長崎スーパーキッズ育成プロジェクトは、将来有望な子どもたちを発掘し、全国、世界、オリンピックで活躍する選手を輩出していこうという取り組みです。対象の競技はスポーツクライミング、アーチェリー、ライフル射撃の3競技。このほどそれぞれの体験教室が開かれました。スポーツクライミングの体験教室には14人の小学生が参加。普段国体選手が練習している旧式見高校の体育館に設置された高さおよそ4メートルの壁に挑戦しました。公園とかで木登りでやってます。これは手をつかむところがたくさんあって楽しいし、木登りはなんかぶら下がったりそういうのができるから楽しいです。高校生の時、友達と木登りして先生に怒られたこともある私宮崎も挑戦してみました。右足上げて、全然上がりません。上がります。頑張る。茶色の足、上の茶色、茶色取りましょう。茶色先生もう無理。手を出しましょう。運動不足の31歳には2メートルの高さにあるすぐそこの目標に到達するのさえ一苦労でした。それで終わり。ナイスです。横に動いただけやん。私にはちょっと厳しいものでしたが、初めて挑戦したという小学生の姉妹は壁を登る楽しさを感じていました。遠いところを頑張って届かせるのが楽しかった。妹に上手なところを見せて教えてあげたい。楽しいので妹と一緒に続けていきたいです。アーチェリーの体験教室では、道具に慣れるためにまず5メートルの距離から直径およそ8センチの10点の的を狙う挑戦をしました。真ん中に当たったことが欲しい。真ん中に当たるように頑張っていきたいです。じゃあアーチェリーを続けていきたい。まあそういうことです。そういうことですか。17人の小学生が参加したライフル射撃は、初めてのライフルやピストルにみんな興味津々の様子。今日は何で参加しましたか。やっぱりなんか銃器、なんか男のロマンが詰まってるみたいな。10メートル先の標的に向かって撃つビームライフル、最高得点は10.9点。10点圏内の的の直径はわずか1ミリです。10点以上目指してみんな集中して打っていきます。やった。もう少し、もう少し体が変わることも。ありがとうございます。嬉しいです、ね、10点取れたりして。10点で終わります。コツをつかむとみんな次々と10点以上をマーク。ライフル射撃は島原市出身の松本孝幸選手が東京2020オリンピックに出場した競技。体験教室を通して子どもたちは大きな夢を持ったようです。どんな選手になりたいですか。なんかオリンピックとかに出たいです。